三匹のアリ。ある川のほとりに一本の大きなクルミの木が立っていました。その下にアリが巣を作り、たくさんの子供を産みました。少し経つと、子供たちはだんだんあたりを遊び回るようになりました。そんな子供たちを見て、お母さんアリは言いました。あのクルミの木に登るのはいいけれど、決して赤くなった葉につかまってはダメよ。今はどの葉を見てもきれいな緑色だけど、秋になるとあの葉はみんな赤色になるの。と言い聞かせました。ある日のこと、5匹の子アリは大きなクルミの木を見上げていました。なんという大きな木だろう。と1匹が言いました。まだ他にもこんなに大きな木があるかもしれないよ。と他の1匹が言いました。どこまで行けるか登ってみようよ。とまた他の一匹が言いました。五匹の子アリはクルミの木を登ることにしました。でも途中まで登ると疲れてしまい、しばらく枝の上で休むことにしました。なんという大きな川だろう。と言って一匹の子アリは下を見下ろしながら言いました。なんという広い野原だろう。と他の一匹はあたりを見ながら驚いて言いました。するとその時、あの枝にあんなに綺麗な葉があるじゃないか、あのそばまで行ってみよう。と一匹の子アリが叫びました。二匹の子アリは、赤い葉っぱで遊んではいけないとお母さんが言ってたよ。そう言って止めますが、他の三匹の子アリはどうしても行ってみると言い張りました。二匹の子アリは呆れてお母さんやお父さんのもとへ帰っていきました。残った三匹の子アリは赤い美しい葉を目指して登っていきました。しばらくするとピューッと風が吹いてきました。今までの美しい赤い葉はパタリと枝から空に離れて、ひらひらと舞って下の川の中に落ちてしまいました。落ちたその赤い葉の上には三匹の子アリが止まっていたのでした。三匹の子アリは急な出来事にびっくりしましたが、気がついた時には赤い葉の上に乗って川の上を流れていました。三匹の子アリは初めてお母さんが赤い葉の上に乗ってはいけないと言った意味がわかりましたが、もうどうすることもできませんでした。どうしよう。果てしなく続く川を見ながら、三匹の子アリは心細くなりました。一つのところに固まって震えていると、そのうちにまた風が吹いて、赤い葉は岸につきました。三匹の子アリはやっとそこから這い上がって、なんとか助かりました。流れ着いたところは、思ったよりもいいところでした。美しい花が咲いていて、きれいな草の生えている
丘もありました。三匹の小アリは、その日からそこに巣を作って働くことにしました。三匹の小アリは、お父さんお母さんの待っている家が恋しくなる時もありましたが、いくら思っても二度と帰ることはできませんでした。いつしか三匹の小アリは、みんな大人のアリに成長していました。そして、子供がたくさん生まれました。けれど、アリは決して子供たちに向かって、赤い歯に止まっていいとは言いませんでした。昔、お父さんやお母さんが自分たちに言い聞かせたように、お前たちは決して赤い歯には捕まってはならないよ、と言いました。どんなに幸せな場所にいても、お父さんやお母さんに会えないことは、とても悲しいことだと知っていたからです。おしまい。